こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はゼブラ 0.5mm シャープペンシルエアーフィットの紹介です。でこちらの商品はエアーフィットグリップというのがついているというのが特徴で、まあ、その名の通りエアーフィットですよね。でこの部分がちょっとまあ握りやすさとか、まあ、筆圧コントロールしてくれているという形になっています。それとバインダークリップがついてて、こちらもまた、耐久性に優れた商品になります。さらにペン先の先端はパイプスライドがついてて、まあ、これは使いやすいですよね。まあ、折れる心配とかないので、すごく、いい商品だと思います。でさらに本体は、パールホワイト軸になっていますね。なかなかかっこいいです。キャップ部分もパールホワイトです。でクリップの部分は透明、半透明なパーツを使っています。こちらがブルー、青軸になりますね。でこの、まあ、パールホワイト、めちゃくちゃ綺麗な色になっていますよね。なかなか綺麗なんじゃないかなっていうふうに思います。で、まあグリップ握りやすいですね。まあこちらが青軸になります。でこちら、ライトブルーになります。ライトブルーもまあグリップが透明で、まあ、ライトブルー使ってて、まあ、本体はパールホワイト、キャップもパールホワイトで、グリップのとこもブルーになっています。まあブルーというかグリーンっぽいですけどね。ロゴもちょっとなかなかかっこいいですよね。まあ、このエアーフィットのロゴ自体がめちゃくちゃ好きなんですけど、まあ、このクリップも、なんかプリントがあってもいいかなと思います。まあ、でもこのパールホワイトもこれもなかなか綺麗じゃないかなというふうに思っています。こちらがライトブルー軸です。でこちらはピンク軸ですね。もうクリップピンクにホワイト、パールホワイト軸、クリップピンク、それからラバー部分もピンクという形になっていますね。で、まあ、パイプスライド。まあこれもなかなかかっこいいじゃないですかね。可愛らしい色かなっていうふうに思います。これがピンク軸です。でこちら透明軸、まあ透明と言ってるんですけど、まあ、クリップのところは透明なだけで、まあ、実際には白ですよね。パールホワイトなので、この辺の色はいい色かなと思いますね。で、まあ、グリップも、透明っていうことでなかなかいいんじゃないですかね。まあ、白というよりは透明、透明というよりは白軸、まあ、どっちつかずって、まあ、まあ、でも、なかなかいいんじゃないですか。こちらが、パールホワイト。キャップクリップのとこも、ノック部分ですね。これもパール入ってますね。まあ、全体的に白いボディの、ボディは、まあ、共通かな。もう、この4本とも、ボディカラーは共通ですね。各パーツが若干色が違うだけで、まあ基本は共通パーツ使ってるみたいです。パールホワイト軸なかなか綺麗なんで、この軸色いいですよね。なかなか、まああとはクリップがちょっと色違ってるのと、グリップのとこが色違ってるだけっていうことで、これはなかなかいいんじゃないですかね。で、こちらの商品、価格も300円プラス税ということで、大変、リーズナブルで使いやすい。まあ、エアフィットのスリムタイプも以前紹介したんですけど、それも300円プラス税だったので、まあ、価格的にもちょっとリーズナブルで、なかなか機能の割にはリーズナブルで使いやすい商品じゃないかなっていうふうには思います。まあ、今実際にはヤフーショッピングで250円ぐらいで売ってますね。さらにこの、白軸なんですけれど、これまあ、こっちの軸、透明軸になるんですけど、これ実は無印良品のアクリルシャープペンエアグリップ付きということで、見てもらうと分かる通り全く同じ商品です。商品ですね。また透明軸なんで、ただね、価格が252円ということで、まあその辺はちょっとどうなんかなって思いながら、まあただまあ、気になる方はちょっと無印覗いてもらったらいいかなと思います。まあでも個人的には、いいんですけど、まあこの白軸がやっぱり お気に入りっちゃお気に入りですね。これはなかなかかっこいいと思います。また、まあ一番お気に入りはこの、まあ、
白軸なんです、透明軸なんですけど、まあ他の色もなかなかいいんじゃないかなと思います。またいろんな商品、まあ限定品に限らず紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。